では3つ目のキーワードに行きたいと思います。桜シートに教えてもらった、まあ、ということなんですけれども、はいはい、どんなことを教えてもらったんでしょうか。できる作っている時にもいっぱい教えられましたし、まあ、できてからもその世に出ていろんなリアクションがあるので学ぶことがすごく多いんですけど、はい、まずはその出来上がるまでですね、やっぱりそれが一番大きかったと思いますけれど、うん、さっきお話ししたように配色ができた時点では紙で作ったサンプルで、うんうん、はい、それをあちこち持ち出しておおって言ってるぐらいだったんですけれども、じゃあこれをどうやって商品化しようかって言った時に、ご紹介いただいたのが札幌でずっと札幌の市内にある企業でビニール製品の加工をやっていただいてる山内さんという会社のご紹介いただいて、はい、でご提案したらそうですよねって分かってくださって、それがまず嬉しかったんですけど、で商品にするためには結局紙の段階からこれになるまでですよね、はいはい、でビニール製品っていうのはこういうものだっていうのがあって、色を出すためにはこうしたらあしたらっていういろんなあちらの技術を出していただいて、試作もいくつも作っていただいて、でできるたびにもう外へ持ってって、こうなんていうんでしょう、ヘリが丸まらないかどうかだとか、あ、なるほど、いろんな実用的なものになるためには、そういったそういう専門の業者さんの技術が必要だったんですね。で、なんか三層構造になってるっていう、はい、すごくちょっと和紙っぽい風合いのあるような、これでいきましょうっていうところに決まるまでは本当に何度も試作をしていただいたんですけど、なので私の中では配色っていう色止まりだったものが、こういう実際のものになるのには本当に私のを超えたなんか、素晴らしいものになったなって、本当にメーカーさんあってたと思います。なるほど、そのメーカーさんとの出会いもじゃあ本当にラッキーでしたね。そうですね、それはもう本当に大きかったです、地元にそういう業者さんがあってよかったですね。本当ありがたいですよね。聞くところによりますと、その本当は予算の面だけで言うと、海外の会社もとか、そうですね、最初当初は、そういうふうに考えるものかなとも思っていたんですけれど、はい、うん、だけど本当色を出す時はもう工場まで行かせていただいて、直接会ってこの色合いどうだっていうやり取りで、これぐらいの色合いでとかって微妙な調整をしながらみたいな過程を全部見せていただくことができたので、はい、もう私もなんかこういうお話ができるし、そうですよね、はい、実際出来上がるまでにはそういったこう地元の業者さんとの何度もやり取りがあって、デザインの先にやっぱり製品になるまでの工程も本当に勉強になった、教えてもらったということなんですね、はい、この桜シートを発表しまして何年か経ちました、先ほどご紹介しました通り、この実際に桜の風景を写真で撮って、そしてデジタル分析してできたこの桜シートということが全国に広まった時に、本州からもリアクションがあったそうですね。はい、で当初その、写真を撮って考えている時に、北海道の配色ってこうだけど、またその桜の咲いている時の周りが全然違うでしょ、なのでさっきの写真もありましたけど、はい、東京で桜満開な時ってまだ下の芝生は茶色いんですよ。あ、全然青くなってきてないんですよ。だそんな中で桜だけこうじわじわ咲いていくっていう感じですけど、はい、北海道だともう下草は青々としてて、はい、もう緑が一気に吹き出てくる時にお花も咲くので、配色色味って風景がまた全然違うので、なるほど、北海道で調べて作ったものがあるんだったら、東京の配色もあるよなっていうのは最初から、この写真からスタートだし、はい、あったので、何通りかあったらきっと面白みも増すだろうなと思って、なのでなんとか2作目もっていうか、シリーズっていう感じで出せたらっていうのを、それもご理解いただいたメーカーのおかげで、はい、面白いねってメーカーさんが言ってくれてよかったですね本当ですねこれもやらねばって言っていただいて本当に、はい、
でそれができて、まあ大体その北海道ちょっと特殊なので、うん、北海道の配色とあと本州の配色っていうのがあればこれでまあ秋口もね、あ大丈夫だし、これ私こっちの色は、はい、ちょっと薄い方なんですけど、ちょっと黄色っぽい方は、はい、あのイチョウの木の秋のイチョウの木の下とかでもくもち出してコーヒーを飲んだりしましたけど、はい、大体それで2つで大体いけちゃうなっていう読みだったんですけれども、あの札幌スタイルで、これを桜シートとかを発信してあのもらってた時に西宮の方から、はい、あのお話をいただいたんですけど、あのまずびっくりしたのは自分たちは震災の経験があるのでブルーシートはすごくもう嫌だって、うん、あれを敷いてお花を見るような気分には本当はならないんだけどって、なので桜シートはすごくいいなって言ってくださって、うん、応援してくださってたんですけど、はい、ある時、うん、自分たちのその芦屋とか西宮とか、はい、あの辺のエリアの桜の名所って白砂青松っていうらしいんですけど、白い砂三上石かなんかの六甲山の白っぽい砂と、はい、あと松の緑が自分たちの土地のイメージなんですって、自分たちの土地のそこの配色っていうのもあるんでしょうかっていうことをいただいて、はい、なるほどって、ね、でまずその自分たちのってこういうふうに綺麗なんですって言えるのすごいなと思って、そうですね、はい、でじゃあやってみましょうっていうことで、うん、じゃあそこの配色っていうのを写真を何枚も送っていただいて、またそこで分析して、じゃあ松に白砂こんな感じかなって言って、はい、こうまたちょっと違う配色に、あーなるほど、やっぱり白が入るとちょっとまたすっきりする印象ですよね。そうなんですね、違うもんですね、やっぱり札幌も東京も関西も全然違いますね。ここスポット的にそういうのもあるんだなっていうのを逆に、うん、もう大体2つで OK だろうと思っていた私たちに、はい、いやいやいやなんかそんなきっかけをいただきました。あのリアクションも地元愛を感じますよね、うん、やっぱりそれ素敵だと思いました。すごく、なるほど、このようにですね札幌、桜シートが全国で、注目を集めております。これから行楽シーズンですのでぜひ皆さんもこの桜シートで、いろいろお出かけいただきたいと思います。今日はそんなわけで、桜シートの話、きっかけは毎年の新聞だった、ヒントは札幌の景観色70色だった、桜シートに教えてもらった、この3つのキーワードでお話を伺いました。佐藤デザイン室の佐藤優子さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。